ほら、できたんちゃう？これ病じゃん。病じゃん。病じゃん。いいよ。メイクが病じゃん。おはようございます。ドドチューブです。今日はこの前紹介した今年の春買ったものっていう洋服をね、実はスペシャルお兄さんのスタジオに来て撮ってます。で、今日は今からメイクをお兄さんにしてもらうっていうお話なんですが、ここで蓋を開けましょう。お兄さんの、お兄さん、お兄さんでーす。だー、 NHK のお兄さんお兄さん、ありがとうございます。お兄さんじゃねーよ。お兄さんだ。お兄さんじゃねーよ。川にだろー。川に死んじゃねーから。川北兄さんでした。死んじゃねーかよ。ありがとうございます。いやいや、こちらこそよ、本当に。今年買った服見てくれた？いやいや、もう一緒に見てましたよ。一緒に見てた。最高。いっぱい買ったの。いや、勉強になったよ。本当？なんかアメリカンスリーブって分かんなかったもん。あ、そうか。俺アメリカンアイドルしか知らないからさ。うん、いや、すごい勉強になった。 あ、よかった。いや、もっと見たいよ。ほんと？じゃあ、これから定期的にこれやろう。これやろうよ、すごい、うん、勉強になるわ。あと、もっとね、小物とかも見たい。はい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 。ドルちゃん、こういう随所にこういうとこ好きだからね。随所に見せるじゃん。随所随所で。随所随所よ、あなた。なんか、これさえ持っとけば、うん、もう大丈夫よ、みたいなあるじゃん。うんうんうん。そんなにたくさん買えないと思うんだ。うん、時計とか、うん、アクセとかって、うん、やっぱり服の方は買いたいじゃん、うん、これ買っとけば、うん、10年いけるって。はいはいはい。10年選手、10年選手ある？うん、あるでしょ。10年選手ばっかでしょ。それ教えてほしい。そっかそっかそっか。そう、わかりました。じゃあ次それやろう。わかりました、やりたい、うん、で、今日はね、うん、川北さんがメイクしてくれるっていう話で、はい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 、私は普段割と洋服もシンプルなんだけど、うん、メイクもリップだけとか、はい、そういう感じなんだけど、うん、このファッションね、今年のこのファッションに春買ったドドちゃんのお気に入りのお洋服に、うん、今日メイクしちゃっていいけどね、うんうん、割とほっこりしてるじゃん、なんかデニムにこのベージュニットって、うん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 、だからなんか顔を強くしたいかも、うん、あー、なるほどね。女性らしくしたい。女性らしくしたい。これでノーメイクだとさ、あー、確かに、うん、なんていうんだ、ちょっと無造作すぎるよね。無造作すぎるんで、うん、スタイリストに、あるあるスタイリストね、スタイリストの話で言うと、あんまりみんなメイクしないじゃん。はい。あれ、なんで？他の方々は知らん、わかりませんよ。スーパーおしゃれな人ってあんまメイクしないみたいなイメージあるけど、ないですよ。編集の人とかさ、他の人はどういう理由なのか私はわかりませんが、うん、私がどうしてメイクをしないかっていうのは、うんうんうん、メイク顔になるのがちょっと怖いの。あ、なるほど、ね、ここと洋服の、うん、なんか洋服も今さ、なんか今の流れとして、うんうんうん、こう モードでハイブランドガチガチ着てみたいな気分じゃない、うんうん、私自身が、はいはいはい、うん、割とデニムだけど、うんうん、決めていたいっていうか、バシッと、うん、なんかデニムかっこいい、はいはいはい、着てる人でいたいから、うんうんうん、なんかここをメイクを濃くすると、はい、バランスが取れない、うん、でメイク側の人ちょっとコンサバになっちゃうんでしょ。そう、ね、メイクが上手いお姉さんみたいになるのがちょっと怖くて、うん、抜け感が、うんうんうん、なんかおしゃれでいたいってなった時に、うん、ちょっとそれができないんで、ね、バランスね、うん、全部やらなきゃいけないってなっちゃうもんね、うん。もう今ね、まず日焼け止めと、まあ、ベースを塗ったんだけど、うん、まあ、それでまず肌のトーンを上げる。で、その後はもうね、ムラだけ取る、色のムラだけ。これは何ですか？アンドビー。うん、アンドビー。アンドビー！どうじゃー？あなたのアンドビー！ね、はい。で、これでこう色ムラだけちょっと調整するんだ。全部やってないじゃん、ファンデーションも、うんうん、これね、ベースが大事なの。ファンデーションを全部きれいにやっちゃうと、ちょっとだけ教えて、この濃いのと薄いのはどういう風に分けてるの？ちょっとだけよ、うん、ちょっとだけでいいから、秒で教えて。ね、濃いのはクマ、はい、こういうクマがあるところはちょっとオレンジ、はい、あとはほら、全部オレンジにしちゃうとさ、すごい顔が赤くなっちゃうからね。あ、で、あとはベージュトーンでパパパッとこう色ムラをこう補正するわけ。これすっごい簡単。
まあ、自分の肌じゃん、なんか頑張ってファンデーションでめっちゃ綺麗にしましたよじゃなくて、自分の肌の延長にあるって感じ、うんうんうん、だから全部塗ってないからすごく自然に見えると思うよ。いらないとこだけこうやってカバーしてる、うんうん、綺麗じゃん。で毛穴も全然気にならなくなるし、うんうん、色ムラもなくなると。であのニキビとかさ、シミとか、まあどの今ないけど、そういうのはあのそういうの出てきた時もこれオレンジのコンシーラーとかうまく使うとすっごい綺麗になるから。へー、ね、隠せてるんだけど、うん、やりすぎてない、うんうん、でこう今ニキビできてるでしょ、うん、ニキビできてるとこうオレンジでちょんちょんちょんとか隠しとくのよ。これはい見て、これだったらちょっとチェックして、チェック終わってくる、チェック終わってくる。気にならないでしょ。本当だ、うん、ね、隠せて、隠せてるか、うん、色のトーンですね。そう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 、だから肌のトーンそう綺麗になってると思う。これもアンドビー、アンドビー、アンドビーアンドビーだよこれはね。本当みたいな言い方するで、あとはこれね、このままでいいって言いたいとこなんだけど、やっぱりテカってくるじゃん、油分とか出てくるから T ゾーンとかね、アイメイクのとこはちょっと押さえとこうね。とドドちゃんよくこの目元のところ、うん、すごくオイルが溜まってんのよ。へえ、目、うん、目、ね、多分すごいスキンケアすごいしっかりやるんだろうね、うんうんうん、でここにだけ残っちゃう。そうオイルが溜まってんだ、ここねパウダーで一回押さえて食べるの。だからアイラインとか引いてもらうじゃんたまに、うんうん、なんかもうその後にはここが黒く下に映っちゃうでしょ、うん、ここに溜まりやすい、そうそう溜まりやすい。これをちゃんとパウダーで押さえたり、もしくはティッシュでちゃんと押さえてから、はい、これ覚えておくと全然落ちなくなる。あ、もうこれで綺麗じゃん、うん、どう嫌じゃないでしょ、うん、で、あとはまあじゃあここでちょっと強い感じにしたいってなって色を合わせた方がいいわけよ、うん、ね、うん、もう奇遇、奇遇、奇遇よ、たまたま奇遇なのよ。もう俺がおすすめしたい色と奇遇、からし色、奇遇奇遇全然ギャグになってないから。でクリームね、クリームシャドウをさーっとこの色ね全体にかけると。でこの色ってあの顔は奇遇済みするんじゃないかとかそんな心配ある人もいると思うんだけど、絶対しないから、あのゴールド寄りって思ってもらえばいい。ゴールドのアイシャドウってすごい馴染むでしょ。タタタタタタタね、うんうん、で色のトーンをどっかに合わせた方がいいから、うん、これだったら、まあ、ベージュアイシャドウベージュなのかイエローこのねこのからし色をポイントにしていくと、うん、すごくメイクと服がマッチングするわけ、うんうん、これが本当にマッチングですね。つらい今はで、あとはこれ同色ね、同系の色を上に少し重ねていってちょっと発色に深みを出していく、うんね、まあ、単発で使ってもらってもいいんだけど少しだけ深みを出してあげた方が目の印象がぐっと強くなるからね。単色で可愛く持ってってもいいんだけど、はい、これ、はい、終わった。おー、綺麗、ほら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 ね。で、ドドちゃんってあのラインをよくピョンって引くじゃん、はい、あれも俺すごい好きなんだけど、うん、あのこういう時はこれでラインピョンっていくとちょっと全体のイメージからするとやりすぎなんだよ、はい、なんでもうシャドーライン、はい、このブラウンのシャドーラインこれもう簡単秒で終わるよ。待って、端っこだけブラウン、もうここだけよ。もうね、ほんと抜きどころよね。 おしゃれは抜きどころ思わない？おしゃれは抜きどころ。あれ何の答えだ、リアクションないのこれ的に、え違うの、間違ってんの俺、えなんで黙ってんのそうそう、本当に引き算あるよねそうね、イエスイエス、はいはい、でシャドウでシャドウラインでピョッとだけ少しだけ伸ばしたり、長かったらシャドウだったらこうピュッピュッと、はい、できた、あれ完成じゃない、あいいじゃん、ほらめっちゃ可愛いよ、えめちゃめちゃ可愛いじゃん、なんかさ、うん、あの顔が作られた感じがするね。ね、うん、合ってるでしょ。しかもかといってメイク感が強くないから、うん、もうこれぐらいカジュアルに持っていく、うん、で色を合わせていく、それだけよ、うん、でも眉毛すごいね、秒で終わるね。で眉毛はどれちゃんちゃんとあるから、例えば洋服の色の主張がなんて黒だったりするときは、うん、透明のマスカラ、透明の眉マスカラだけで、うん、この
黒を生かしてあげるんだけど、もう少しだけちょっと強さが欲しいなと思ったら、一応眉毛この下の部分、ここね、このライン、アンダーラインちょっと描いてあげる。眉毛の下のラインね、下のラインをまっすぐ描くだけで、足りないなと思う、毛が足りてないなっていうところだけ足すだけ。これドルちゃん眉毛ちゃんとあるからね、ない人はもちろんちゃんと描いていかなきゃいけないんだけど、ある人はアイライナーで眉毛、じゃあこれ眉毛のやつだ、そんなのあんの、あるの、はい、足す、はい終わり。これね、え、見せて見せて見せて、これどうなってる、え、リキッドなの、え、すごい、初めてこんなの見た、あら、やだ、こっちは好きよ、こういうのは、うん、パウダーね、うんうん、リキッドでちょっと足してあげるの、へぇー、ね、あと落ちづらそう、リキッドの方が、そうそうそう、落ちない、落ちないから、ちょっと一回かかんない、うん、あ、次しっかり、綺麗に、うん、足りないとこだけやん、書いてんの、うん、ここ、いっぱいあるじゃん、ここは書かない、これ大事なのよ、みんな全部書いちゃうとするから失敗するのね、じゃあ色合ってないじゃんって突っ込みたいでしょ、分かってます合ってないか、うん、合ってなく見えんのよ、茶色黒があると、ね、あ、そっか、これを眉マスカラで色合わせるで、全体に今日はブラウン系に持ってってあげた方がメイク色がすごくバランスよくなるなと思ったから、今日はモーブ系で、はいはい、黒系じゃない、チェックチェックワントゥーチェックワントゥーね、ギターがないからね、ギターがないから音をさ作っていかないから、ほーすごい、はい、綺麗、眉毛綺麗よね、うん、ワントーンになった、確かに確かに、今コントラストありました、茶色と黒のね、そうそうそう、うん、こうやって合わせていくすると全体的にブラウン寄りになってくるから、顔がさ喧嘩してないっていうか、色が喧嘩して始めないっていうかさ、馴染んでくるよ、リキッド、そうやって描くの、そう、リキッドでもう足りないとこだけちょん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 とこう見えていく、でアンダーラインをまっすぐ引く、これ大事なの、眉毛ちゃんとあるからね、いっぱい全部描いちゃうと多分大失敗するわけ、うんうんうん、足りてないなと思ったらまた描き出す、ほいできた、どうや、すごい、はい、ブラウンとその今この山吹色がさ、うん、すごく綺麗に馴染んできたよね、うんうん、黒じゃないからコントラストが強すぎないというか、うん、自然に見えてきたでしょ、うん、あ、綺麗じゃん、可愛いじゃん、明るい方がいいね、やっぱこの目元はね、うん、黒か茶色のマスカラだと思うんだけど、この時に見て、あ、もうちょっと強さ欲しいなと思ったら黒選ぶ、うん、例えば人によっては目がバーンとするから、うん、そういう人はよちょっと弱めたいなと思ったらブラウン、でドロちゃんだったら黒でいいと思う、はい、でビューラーしないでもうさーっと塗って、あ、しないんだ、そうそう、しない、もうあえてビューラーを省いていく、もう時短、忙しいんだから、カジュアルの時にコンサバンいつも通りのメイクしちゃうとおしゃれ感なくなっちゃうしね、よいしょ、ああ、やっぱ目が手術したからね、濡れるようになってこれ手術前ね、分かんなかったね、そうなんだ、どこにあるか、今もう全部見えてる、川北さんの YouTube にあるんだけど、白内障の手術したんだよね、そうそうそう、はい、まあ、ここまでやった、じゃあ最後どうするかと、もうリップ、ドロちゃんは赤もすごい似合うんだけど、ここに赤入れちゃうとなんかなちょっとなって思うわけよ、私としては、彼女の場合洋服は主役の方じゃん、彼女は顔主役じゃないのよ、これ大事なの、洋服からのちゃんといつもイメージがあって、このイメージ何の服の、 LA だね、うん、LA 行きたいねっつって LA 行きたいねっていう感じね、ベネスビーチとかにいそうだもんね、ベネスビーチ行きたいねっつってそんな感じよねそういうロスの匂いね、そうロスの匂いをこう感じたいから、いやちょっとこうね、海の感じじゃん、ロスっていうとさ、うんうん、テラコッタ系のさ、ちょっとリップを塗っていくわけよ、するともう完全にベネスビーチよ、はい、で、うんうん、でぼかす、こういうリップはわざとぼかす、赤だとビシッと塗っていいんだけど、こういうテラコッタとかブランケをちょっとぼかしてあげてニュアンスにする、はい、はぁーら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 ー、でついでに俺はポンチークをトントンとこうやって入れて、え、同じアイテムで、同じアイテムでリップで、同じベニスビーチで、もう同じベニスビーチ、ベニスビーチじゃないんだけどねこれはいはいはい、するとまた色が綺麗に合ってきてくれて、おー、かわいいかわいいかわいい、ほい、できた、おー、なんかもう、うん、でも私のその言ってるメイク感が強くなくて、うん、馴染んでてすごいでしょ、うん、そうなの、そうなの、ベニスビーチだったらもうバサッとした感じがかわいいじゃん、うんうん、ほら
はい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 。何前髪どうしたのこれ、どうした。癖があるね。え、癖がついてんの。寝癖がすごいな。なんかいい感じ。なんかいいよね。うん、ほらできたんちゃう。これ秒じゃん。秒じゃん。秒じゃん。いいよ。メイクが秒じゃん。このさ、ハイライトも完全に効いてくるじゃん。すると超絶シャレちゃってるよ。のどちゃん。LA 行きたいねっつって。ベネスビーチ行きたいねっつって感じ。そういうメイクと洋服でした。いやすごいかっこいい。15分ぐらいしか経ってないの。うん。あら。だから本当にこれ教えてもらいながらだから、もっと5分とかで終わるメイクってことだよね。そうね。自分で分かってればね、うんうん、だから皆さんよくカラーメイクしたいとかさ、いろいろ言う方いらっしゃると思うんだけど、メイクから入っちゃうとこういうバランスって難しいのよ、うん、と思わない、うん、だから自分が持ってる洋服、ね、そう限られてる、限られてるから、だからいつもドドと話すのは洋服からイメージした方が早いと、うん、で洋服の方が変化つきやすいじゃん、はい、毎日、うん、洋服変えてメイクを合わせていくとおしゃれがさ、うん、アップしちゃうわけ、うん、これ最高のコラボができたんじゃない、ね、時短でシャレてるっていうのが一番大きいからね、うんうん、いやいいと思います。ぜひぜひやってみてください。これでドドちゃんのチャンネルで今これ出てるけども、次僕のチャンネルでもドドちゃんやってくれますので、そちらもぜひチェックしてください。全然違うやつしてくれるの。もちろん、うん、変えちゃいますから、うん、変えたい。服も変えたしね。もちろん。じゃあね、バイバイ。え、はい、軽っ。